皆さんこんばんは、南明です。明日からいよいよ写真集と DVD の収録で撮影でタイに行きます。で、ここはうちのお部屋ですけど、そう、今から明日のタイの準備を、タイに行く準備をしたいと思いますが、今日もお仕事だったんですね。それでただいまの時間なんですけど、こう見えますか、ほら、これ昼じゃなく夜です。夜の12時半です。夜の12時半、お仕事でちょいとお疲れだけど、今から明日からのタイの準備をしたいと思います。ですが、またさらに問題があって、これスーツケースなんですね。まだ空っぽです。何一つ準備してません。大変ですね。これ10日間一緒に旅をするスーツケースです。とてもサイズがでかいです。じゃあ夜遅いので急いで準備しなければいけません。ちょっとスーツケースの大きさがどれくらいか分かるようにちょっと見せてみたいと思います。よいしょ。本当にスーツケースでかいんですよ。よいしょ。あのね、本当に大きくてね。よいしょ。ほら、うちがこんな入るぐらいでかいんです。
い、上手、いい感じ。ほら、いやー上手。すごい近くなっちゃった。Thank you.
16歳高校1年生です。5月15日生まれの大牛座の大型です。性格は、マイペースかなと思います。でも分かんないけど、よく言われるのが、友達とかみんな遊んでるじゃないですか。遊んでるけど、なんか一人でポケットしたりとかよくするんですね、うちは。そうするとマイペースだねってよく言われます。なんか女の子だけのクラスなんですね、うち。で、最初やっぱ女の子だけのクラスって怖いかなって思ってたんですよ。初めて悩んで女の子だけのクラス。けど女の子だけのクラスはすごい楽しいです。なんかみんな優しいし面白いし、いい子ばっかですごい楽しいクラス。どうだろう、アッキーナって呼ぶ子もいるし、普通にアキナもいるし、いろんな、あともやしって呼ばれることもあるし、じゃあのもやしっ子とかっていうもやしじゃなくて、もやし好きだからもやしって呼ばれるんです。回ってることは、そうですね、香水集めとか、あとお笑いとか好きです。ハマってます。一番今気に入ってるのはエンジェルハートっていうハート型の可愛い瓶に入った香水です。それが一番気に入ってます。アンガールズさんです。すごい好きです。こうやってジャンガ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 、すごい好きなんです。Thank you.
Thank you.
大丈夫。大きい転びしちゃった。起こしちゃった。お母さんに怒られる。
プールは2ヶ月ぶりです。
男の人の理想のタイプは、なんで見た目は背が高くてサラサラヘアで眉毛が太くて太くてかな、見た目は。性格は優しくて面白くて明るくて優しくて、あれ優しく言ったっけでかな。いや普通の声でいいですよ。年上の人とかための人とか、うん、とりあえず年下、下、うん、まあでも、まあ下でもその人が優しければいいと思います。デートは、なんだろう、ディズニーランド行きたいです。普通だけど、でもディズニーランドってあの待ち時間なんかあれですよね、なんか待ち時間が長いですよね。ちょっと退屈になっちゃいそうだけど行ってみたい。スプラッシュで一緒にこうやってピースして写真撮ってそれを見て喜んで帰りたいです。大きな将来の夢、セブンイレブンの店員さんです。すごい、本当にそれちっちゃい頃から夢なんですよ、セブンイレブンの店員は。セブンイレブン、じゃあ、あのセブンイレブンの店員さんがこうやって肉まんをこうやって袋に入れてる姿がすごいかっこいいんですよと思ったんです。あと最近また将来の夢が1個増えて、あの自動販売機にジュースを入れる人。学校であのクラスの教室の目の前に販売機があるんですよ。それでこうやっぱ休み時間とか入れてる姿をたまに見るんですね、お兄さんとかお姉さんが。かっこいいなって、あの入れるたんびにガシャンガシャンっていう音がかっこいいなって思ったからなりたくなりました。あ、でもちゃんと一番の夢はそうあれですよ、こう女優さんとかそういう、ね、芸能のお仕事をしたいです。やっぱり恋愛ドラマ出てみたいです。恋愛ドラマとか、あとあのなんだっけ、ミステリアス、違う、サスペンスだとか、そういうの出てみたいです。上田彩さんのように映画もなんか演技も上手で、なんか演技上手みたいな、なんかなんて言うんだろう、もう上田彩さんのようにいろんなお仕事をしたいですということです。
のバナナボートに挑戦したいと思います。頑張るぞ。待ってお兄さん、すごい怖い。ね、どうしよう、どうしたら変じゃないのかな。はい、準備できた。準備できた。はい、10分オーバー。10分オーバーです。成田到着です。1時間の道のりでした。上から3番目に書いてあるやつがうちが乗るやつです。これ出て平気？出て平気ですよ。本当に？うん。え、なんで誰も出ようとするの？だから一番目に出るから。え、みんな出ますか？出る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 。そうすいもんな。出ちゃったらもうこれできないじゃん。大丈夫だよ、はい、出ちゃった。じゃあ上野さんがしよう。え、本当に本当に本当に もう入れない、もう本当入れないよ。飲んでいく。結局全部ダメだよね。なんか変な味。よだれが。
腹がいっぱい。こっち。お腹いっぱい。お香の匂いっぽい感じ。今から車で3時間移動します。イエイ。ちょっと眠いです。外はあいにく雨です。外国も雨降るんですね。雨は日本だけだと思ってました。おはようございます。今昼の11時ぐらいです。よいしょ。ビビ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 。よいしょよいしょ。昨日はバッチリ寝れました。天気です。すごい夢見た。何見た？もう忘れちゃった。でもなんか見た。三つ編みしてもらいました。お気に入りです。前向いてるように見えるかな。見えない。あ、分かった。後ろ向いてるように見える。そう夢じゃないの。全然シマリスやってシマリス。待って。いきます。シマリスよ。あ、ダメだ。今日似てない。シマリスよ。シマリスよ。あ、ダメだ。今日声出ない。僕ミキ。似てないですか？似てる。ミッキーとシマリスが喋るとどうなるの？最後。僕ミキ。自己紹介。でもドレミアスラジオなら使わない。普段見てたらね。どうですか、撮影2日目終わりまして。終わりました。終わりましたか。うん、疲れた。疲れた。全然疲れない。ほんと疲れてるから。ビビ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 かわいい。あの自分で綺麗に、何どう撮ればいいのかな。何、あ、すごい明るい。ありがとうございます。
それも普通のそれブルーベリー出てこないの。え、最後の最後に出るの。チョコが最後の最後に出たよ。ほら、じゃあイチゴつけて。イチゴ、これ、うん、匂わない。覗いたんです。あー、ついちゃった。いっか、する方が待つ。どっち待つ方へ。待っちゃう。うん、言い出せないな。うん、絶対しないです自分が。なんでしない。うん、恥ずかしいから。え、なんかやだ。負けて感じがする。そう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 、そうなんです。そうなんです。うん、いやもう真面目な顔つけちゃうね。うん、おいしい。わー、おいしい。そんな急いでこなくてもいいよ。まずもう早朝だから。早朝だから。全部終了しました。お疲れ。